皆さんこんにちは。文化盆栽園荒垣です。今回はですね、多肉植物のですねアガベというものをご紹介します。アガベのこともですねご存知の方は多いと思うんですけど、アガベはですね、種類がとてもたくさんあって、その中の、チタノタブルーというものはですね、このトゲの部分のことをですね鋸歯というんですけど、このトゲがある部分ですね、これを鋸歯というんですけど、この鋸歯が結構ですね鋭くて、比較的いかつい種類が、チタノタブルーですね。他にも、チタノタオテロイとかいうものもあるんですけど、今回は、チタノタブルーに関しての説明を基本的にしていきたいと思います。チタノタブルーは、結構人気でですね、こういったトゲがいかつくて、基本的にですねこういった、細長くて、鋭い感じですね、こういったのが一般的な、チタノタブルーの、形になります。で、自生地はですねメキシコということですね。で、寒さも、耐寒性はそこまでなく、0度以下になると、ちょっと厳しいようですね。で、沖縄では、一年中通して十分に育成できるような、植物です。で、このチタノタブルーなんですけど、基本的に未生から育成されていて、未生というものはですね種ということですね、種から育成されていて、形がですねいろんな表現をしていくような、そういう植物です。例えばですね、最初はこういった細長い感じなんですけど、これはほとんどのアガベに言えることなんですけど、最初はこう細長くなっていて、で大きくなっていくにつれて、この場合はまあ細長いんですけど、葉がですね、こう厚みが出たり幅が広くなったりですね、そういった感じになる個体もあります。チタノタブルーと、オテロイに関してはですね、特に個体によってですね表現がとても様々であるということですね。これが、小株で小さい状態なんですけど、大きくなるとだいたいこういったものですね。この個体の場合は、トゲがですねちょっと太めでいかついですね。でこちらの場合は、ちょっと細い感じで、先ほどの株に比べるとシャープな感じですね。でこれが一般的な、チタノタブルーの、特徴ですね。で地域によっても違うみたいなんですけど、種によったりたくさん撒いたうちの一部はですねこういった、幅広の、チタノタブルーも、中から出てきたりします。でこちらとこちらでも表現が全然違うのが分かると思います。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、こっちの方は、先のこのトゲですね、トップスピンというんですけど、このトップスピンがちょっと短めかなという感じですね。でトゲも結構ちょこちょこあって幅広ですね。でこちらも、似たような感じですけど、トップスピンが長いですね。こちらのトップスピンが、こちらに比べると
先ほどのものに比べると長いです。であと1本はですね、こちらあの樹脂の部分がですね、こう結構太いですね。トップスピンが太いですね。トップスピンのこっちの方が太くて、トップスピンが長い状態ですね。でこういったのも、こういったのはですね、ちょっと選抜株としてですね、選ばれたものですね。こういったものはよりチタノタブルーとしてはいいものになるのかなという感じです。好みにもよるんですけど、 こういうものが一般的なチタノタブルーですね。本来の良さはこういうのもあるの でこういったものは、より選抜されたり、より形がですね締まっている感じが見えてかっこいいかなという感じです。こういった選抜株で、ブラック&ブルーというものがあるんですけど、後々ですね説明していきたいと思います。そういったものはで今回はですね、このアガベのチタノタブルーですね、こちらの説明を簡単にですけどさせていただきました。でこういうチタノタブルーをですね、今はですね種からも育てることができますので、興味がある方はですね種から育てられるのもいいかなとも思います。で今回ですね自分も この種をですね、撮影用に購入しましたので、大体300粒ぐらいですね、これを、撒くところや成長の様子をですね動画でも収めていこうかなと思います。今回の動画は以上となります。チャンネル登録や高評価をいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。